America at home NCT 127ユータのユータ at home。 みんな僕のお家にお帰り。 NCT 127ユータのユータ at home。 この番組は NCT 127のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、新生活がスタートする春ですが、皆さんは何か新しいことは始めましたか？どうですか？まあこの春はですね、新しいシーズンの始まりでもあるので、別れもあるし出会いもあると思いますが、僕ユータはですね、最近散歩もすごいたくさんしてますし、またね結構ハードに運動をするようにしてますし、あとは英語の勉強をまた始めましたね。はい。まあ今年の春からまた新しい新シーズンなんで、気持ちを切り替えて、新たなことに挑戦してみるのも、悪くないと思います。なのでね、皆さんこの春頑張ってくださいということですね。この番組、僕ら NCT127 の曲はもちろん、その他皆さんに僕が今届けたいいい曲をたくさんオンエアしていきます。まずは1曲目をお届けしたいと思います。 NCT127 でチェリーボム。Bullet, bullet, pure, right? Cherry bomb, bullet, yum. Bullet, bullet, pure, right? Cherry bomb, bullet, yum. Bullet, bullet, pure, right? Cherry bomb, bullet, yum. Bullet, bullet, pure, right? Cherry bomb, bullet, yum. I'm the biggest hit. I'm the biggest hit on the stage. I'm the biggest hit. I'm the biggest hit on the stage. I'm the biggest hit. I'm the biggest hit on the stage. I'm the biggest hit. I'm the biggest hit.시간이될지바드시아마그만땡땡귀신나쁜바글거려다들눈못해모두따라와 Yo, hands up in the air We back, get away 이제막터질거야 everywhere 나를삼켜봐그리고내안긴 stomach 꽤오래전이제 trigger 언제언제터질지몰라 popping your head like King's Mansion No fireman, he gone Fireworks are raising the sky high I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage I'm the biggest hit, I'm the biggest hitIf you're happy and you know it, clap your hands up in the spirit. If you're happy and you know it, clap your hands. It's a spin, bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb, bullet, yum. Bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb, bullet, yum. Bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb, bullet, yum. Bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb. I'm the biggest hit. I'm the biggest hit. 모두다 shit. 터지기직전의 feel.Tastes like a cherry bomb 쉽게못알가는큰일나이미넌빠져들어가땡창하는지금폭발직전은기분을죽어내두드려노래불러야지나나나꽃이란전진들다뽑아냈지혼자깜짝놀라겠지모두가 We gonna make it I'm the biggest hit I'm the biggest hit on the stage I'm the biggest hit I'm the biggest hit on the stage If you're happy and you know it clap your hands up in the speed If you're happyAnd you know it, clap your hands This is cool Bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb, bullet, yum Bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb, bullet, yum Bullet, bullet, beer, right? Cherry bomb, bullet, yum Bullet, bullet, beer, right? Yuta at home NCT 127 Yuta の Yuta at home NCT 127 Yuta の Yuta at home Yuta at homeNCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータです。さて、今週は FM ラジオといえば音楽ということで、音楽トークでお届けしたいと思います。まあ僕ユータがですね、音楽に興味を持ったのは、まあ姉がダンスをしていたっていうこともありましたし、母がね、平井堅さんがすごい好きで、僕がちっちゃい時からよく聞いてたんですよね。で、アルバムで多分初めて買ったのが平井堅さんの Life is っていうアルバムだったと思うんですけど、なので、まあ中学の時ってサッカーしてたんで、中学とか幼少期の頃は音楽なんて興味ねえよっていう感じでやってたんですけど、まあそれを変えてくれたのが東方神起先輩で、東方神起先輩のステージを見て、わ、かっこいいって思って、それまでこう、いや、俺は違うっていう気持ちもあったんですけど、東方神起先輩のステージを見て、変えてもらいましたね。はい。そんな僕なんですが、まず洋楽のアーティストさんの中から、僕が好きな僕のフェイバリットアーティストさんの曲をご紹介したいと思います。洋楽フェイバリットアーティストその1、ブルノーマーですね。僕は彼の力強い声がすっごい好きで、よく聞いてるんですよね。で、すごい羨ましいなと思うのが、あんなにパワフルで
力強い声をお持ちな、ブルノーマスさんなんですけど、ダンスもめちゃくちゃうまいんです。じゃあ続いて洋楽フェイバリットその2位ですね、ザ・ウィークエンドですね。まあカナダ出身の R&B 歌手なんです。マークと一緒ですね、カナダ出身で。僕が一番好きな曲はですね、Call Out My Name という曲なんですね。まあこの曲はですね、ミュージックビデオとかも見てもすごいこう、なんて言うんでしょうね、彼の色がすごい出てると思うんですけど、内容はですね、その恋人に向けた切ないラブソングになっていてですね、まあ、Call Out My Name っていうそのサビがずっと出てくるんですけど、離れていかないで、名前を呼んで、まあ、名前呼んでくれたらすぐ君の元へ駆けつけるからっていうね、結構切ない激しめの恋のバラードっていうか R&B の曲なんですけど、ということでですね、続いては日本の若いアーティストでのお気に入りのアーティストを紹介したいと思います。日本の若いアーティストさんでのフェイバリットその1はですね、バウンディさんですね。バウンディさん、作詞作曲アレンジも自分でこなすすごい多彩なアーティストさんなんですけど、まあおすすめの曲はですね、東京フラッシュという曲、多分皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、このトラックメイキングがですね、バウンディさんの声とかなんかその魅力っていうのをすごい引き立ててると思ってて、めちゃくちゃ聞きやすいですし、なんか自分の仕事をやりながらでもこうスッと入ってくるメロディーなんで聞きやすいと思うので、ぜひ皆さん一度聞いてみてください。そしてですね、日本の若いアーティストさんでのフェイバリット2位はですね、ミセスグリーンアップルさんですね。5人組の、ロックバンドなんですけど、めちゃくちゃいい曲多いんですけど、まあ、中でも天平の歌っていう歌があるんですけど、それはあの井上園子さんっていうその女性の方とフィーチャリングされた曲なんですけど、なんかこのお互いの声を掛け合いが結構あってすっごい心地いいですし、なんか歌詞から感じ取れる男女のなんて言うんですか、切ない声になんか聞きながら胸がキュンと、なんかなって切ない気持ちになれる曲ですね。結構あるんですよね、ミセスグリーンアップルさん。僕のこととかめちゃくちゃ好きですけど、あーなんて素敵な日だって言うんですけど、そこから高すぎて、あーから高すぎて、あーってなっちゃう曲の一つもありますね。でもすっごいいい曲が多いので皆さんにおすすめです。はい、ということで続いて日本のロックバンドでお気に入りの曲ですね。来たよロックバンド。日本のロックバンドのフェイバリットその1は、はい皆さん、そうですね、ラルク・アンシエルさんですね。はい、よくできました。はい、ラルクはですね、もう僕の青春と言っても過言ではないですし、めちゃくちゃ好きなバンドさんですよね。ビジュアルから何から何まで、もう大好きなアーティストさんの一人なんですけど、そうですね、何をおすすめしようか迷ったんですけど、ニューワールドっていう曲めちゃくちゃ好きなんですよ僕。アネモネとかも紹介したと思うんですけど、この曲はドラムのひろゆきさんが初の作詞をしたシングル曲なんですけど、なんか過去にとらわれずに新しい世界に飛び込んでいこうっていう歌詞の曲なんですけど、すごいテンポもありますし爽快感があるから、なんかテンションを上げたい時とか、一人で今日はちょっと落ち込んでるなっていう時に聞いたら、こう手をね上げたくなっちゃうんです。ほんで道とか歩いててもなりふり構わずジャンプとかしたくなるような、そんな爽快感がある曲なので、皆さんぜひ聴いてみてください。はい、ということで日本のロックバンドのフェイバリットその2、ワンオクロックさんですね。ワンオクロックさんもすごい好きですね。世界で活躍されてるアーティストさんの一人じゃないですか。で僕ルローニケンシンがめちゃくちゃ好きで、ルローニケンシンの主題歌であるザ・ビギニングっていう曲がめちゃくちゃすごいんですけど、なんか結構この初めは Just give me a reason って始まるんですよ。でこの高さの Just っていうこのなんていうの、 H ボイスっていうの、あそこからうーってきて、そこが終わると一気にバーンってこうサウンドが広がっていくんですよね。あの感じがめちゃくちゃ好きです。はい、さて皆さんと共通する好きな曲やアーティストさんはありましたでしょうか。みんなの好きなアーティストおすすめの曲も僕にどんどん教えてほしいなと思います。ここで一曲お送りした後、まだまだ僕の好きな音楽の話を続けていこうと思います。それでは、NCT127 で Fly Away With Me。 Oh, oh no. Fly away with me baby.
익숙했던 목소리 새 눈을 감아보면 oh, 어느새 다시 나를 부르고 있어 닿을 것 같아 나를 바라본 너의 눈에서 내가 수가 흐르고 난 그걸 바라보았어 시간을 따라 둘이 걷다가 생긴 발자국 손 끝으로 이으면 별자리가 되었어 oh. Cause tonight 내 너를 찾아가 가까이 다가가 너의 맘속에 깊이 들어가면 깊이 흘러가면 Survive 이어지기 시작한 같은 꿈을 맞춰봐 우린 이제부터 하나이길 원해 하나이길 바래 Fly away with me baby 같은 꿈속에 같은 심장 소리를 느끼고 있어 같은 느낌이겠지 oh, no. 어렴풋이 그렇게 상상만 할 뿐 내가 내게 맡기는 곳마다 빛나는 꽃 그걸 어루만지면 네 향기로 날 물들고 네가 소리를 웃을 때마다 쏟아지는 듯 너만이 널 볼 때면 내게 흘러들어와 가까이 다가가 너의 맘속에 깊이 들어가면 깊이 흘러가면 Survive 이어지기 시작한 같은 꿈을 맞춰봐 우린 이제부터 하나이길 원해 하나이길 바래 깨고 나도 여전히 네가 느껴지는 공기 NCT 127ユータのユータアットホーム DJ は NCT 127のユータです。お送りしたのは NCT 127で Fly Away With Me でした。さて今週は FM ラジオといえば音楽ということで、音楽トークでお届けしています。続いてはですね、日本のビジュアル系でのお気に入りのアーティスト、僕のフェイバリットアーティストですね、紹介したいと思います。日本のビジュアル系でのフェイバリットアーティストさん、その1はですね、アシトブラックチェリーさんですね。はい、アシトブラックチェリーさんめちゃくちゃ好きで、 ABC って呼ぶぐらい、めちゃくちゃ好きなんですけど、あのボーカルのヤスさんは大阪の枚方出身なんですよ。知ってました皆さん。でヤスさんの声もめちゃくちゃ好きですし、中学の時によく友達が、その ABC 好きな友達が結構いたので、その友達と一緒に聴いてたんですけど、ヤスさんのその曲の作り方というか、詩の作り方が、まあ男性じゃないですか、ヤスさん男性なんですけど、結構こう女性目線の曲がたくさんあって、なんかそれがすごい新鮮で、当時はすごいたくさん聴いてたんですけど、まあその中でもですね、おすすめは、めちゃくちゃあるんですけど、まあブラックチェリーという曲とですね、まあマリアという曲もおすすめしましたし、イエスという曲も好きですし、あとですね、インキューバスという曲もめちゃくちゃ好きです。皆さんぜひ聴いてください。はいじゃあ続いて、日本のビジュアル系でのフェイバリットアーティストさんはですね、まあ、これはもう伝説のバンドなんですけど、 XJAPAN さんですね。 XJAPAN さんもこの伝説のバンドじゃないですか、まあ、ロックビジュアルバンドで、知らない方でも絶対に名前だったりなんかの曲は聞いたことあると思うんですけど、まあ、僕も別に世代ではないですけど、この日本を代表するビジュアル系バンドっていうことではもう絶対外せないバンドなんで、今回入れさせてもらいました。おすすめはですね、ラスティーネイルという曲ですね。紅、めちゃくちゃ好きですし、フォエバーラブも好きですし、でバラードではエンドレスレインが一番僕好きですね。でラスティーネイルは東方神起のチャンミンさんもカバーしたことがあったじゃないですか。でそれも拝見させてもらったんですけど、やっぱさすがだなって思いました。はい、じゃあ最後に尊敬する K-POP アーティストを2組紹介していきたいと思います。まず尊敬する K-POP でのフェイバリットアーティスト、その1はですね、シャイニー先輩ですね。なんかシャイニー先輩は僕めちゃくちゃ好きだったんですけど、何がすごいって、なんかもう
立されてるじゃないですか。ファッションもそうですし、ファッションもだってトレンドをすごい意識してると思うし、知らない曲でもあこれ絶対シャイニー先輩の曲だなって思ったら絶対そうなんですよね。それぐらいなんかアーティストにもガッとこう色が出来上がってるアーティストさんなんで、なんかすごいかっこいいなと思うんですけど、Don't Call Me って出たじゃないですか最近。あれを見てやっぱシャイニーだなと思いましたね。めちゃくちゃかっこよかったですし、皆さんもぜひ一度見てください。ということで、尊敬する K-POP でのフェイバリットアーティスト、その2はですね、もちろん東方神起先輩ですね。僕が韓国に渡るきっかけを作ってくれた人たちですし、なんか未だにこう進化し続けるグループって東方神起先輩がすごいんじゃないかなと思って、なんか同じアーティストとしてもそうですし、先輩としてもそうですし、同じこう人間味っていうところでもすごい見習わないといけないなっていう、唯一の先輩ですね。はい。で、まあ今はシーズンが春なので、桜道っていう曲をね、皆さんになんか聴いてほしいなと思います。この曲はですね、春にぴったりの卒業ソングなので、今の時期にまあ学生さんだったり、なんか出会いがあって別れがあった人にはすごいこう心にグッとくる歌詞になってるんじゃないかなと思います。それではここで尊敬する東方神起先輩の、桜道という曲を皆さんにお届けしたいと思います。東方神起で桜道。先はどこへ続くのだろう、君と出会い別れた道、いつかまたここでと誓って、僕たちはそれぞれに向かっていた。約束したこの場所には今日も優しい色が舞った。僕は目を閉じ君を待ちながら、あの夜の続きを眺めた。桜降る夜に君を抱きしめた。散りゆく世界が止まって映った。どうかこのままで、ずっとこのままで、戻らない今を繋ぎ止めようとした。竹のこの席が不安ない見ても、君が笑うなら前に進まなきゃ、きっと大丈夫。離れたとしてもきっと大丈夫、ずっと繋がってる。NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは東方神起で桜道でした。さて、番組はあっという間に終わりの時間となりました。皆さんどうでしたか？だから、ね、実はね、やっぱ足りないわ尺が。うん、3,4 個結構俺バッてまとめてたんだけど、やっぱりね、この好きなアーティストを語ると時間が過ぎるのが早いですね。はい、ということで今週のラストナンバーの時間となってしまったんですけど、今週のラストナンバーは NCT127 でリップスティック。
you so the power in me how are you what to tell me no way to be come out of that in my belly what put out to go at this lane keep on my mom just crazy go so crazy shit I shit like some magic cool you let me lie you give me what's ready come to what you can't you get it in the Can I make it to the status? Girl, your dress, dream, press down, press. You are what I get, you're in bed, huh? You're the smart of the way for me. Say my name, we'll take on. Yeah, yeah. Time, got it, come on, take it. You're so dramatic, girl. Your lips don't lie. Damn, good gosh. Boy, I'm a coach. Can't just ask it to the show. I'm a scared.今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか皆さん、今日はね僕のフェイバリットアーティストをたくさん紹介しましたがテーマを決めて好きな曲トップ3を紹介するコーナーユーターズパワープレイも以前やってました、練習生の時によく聴いていた曲とかクリスマスに聴きたい曲昭和の曲リフレッシュする時に聴きたいやってたね演奏吹奏楽の曲などねテーマをもとにいろいろな僕の好きな曲を皆さんに紹介しましたまあ、その時に私も僕もその曲が好きですというメッセージをいただくとですね、まあ、やっぱこう音楽で皆さんとつながっているように感じますので時々復活させたいなと思いますので皆さんお楽しみにしていてください、そしてですねまた皆さんが好きなテーマで好きな曲のトップ3を、その理由とともに選んで送っていただいても OK ですいつかまたみんなのパワープレイの特集コーナーなどもやってみたいと思っています皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてくださいメッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした。次回もまた僕のお部屋に遊びに来てください。
それでは皆さんバイバイ。King's crown. カラカラに乾くシーツン。それでも叫べよ get loud. 'Cause you're my only one. 膝まずこの差 get down. I'm eliminating.